もご覧いただきありがとうございます。いつもね、山あり谷ありのね、谷口釣り船の YouTube 動画ご覧の皆様も、初めてね、見てくださってる、方もね、本当にありがとうございます。まあね、動画見てね、あ、いいなとか思ったらね、グッドボタンお願いします。YouTube 動画のね、編集の励みになりますのでね、ぜひよろしくお願いします。またね、これからも見てやろうかとか思う方はね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。タクヤもね、これね、イカメタルゲーム行ってきました。ファーストヒットはね、19時38分、この方ね、一人だけ3連続ヒットでね、赤いか乗ってきました。その後もね、ポツリポツリっていうような感じでね、ゴールデンタイムの8時を迎えたんですけども、しばらくしてね、ポロポロっとね、何人か一斉に釣ってきたり、ちょっとまた止まったり、また釣れパラパラっと釣れたり、ちょっとでプチラッシュに入ったりっていうのね、感じのね、一日でした。昨日もね、見ているとね、ちょっとイカメタルゲームが初めてかなっていうようなね、感じの方もあったのでね、まあね、船に乗ると乗ってね、もうちょっとそこまででもちょっと説明はするんですけどもね、釣り方とか極秘情報ですね、極秘情報。また疲れてるせいか、舌が回ってないという、今日この頃です。疲れてなかっても舌が回らない、あまりね、滑舌がいいことないのでね、聞きづらい面もありますけどもね、すいませんがね、ご了承ください。まあ、釣り方とかね、極秘情報、これ極秘情報なんでちょっと聞いておいてください、まあね、言いながらね、説明アナウンスしたりね、してるんですけどもね、やっぱりこのね、船でね、自分ちょっとアナウンス、よく聞いておいてくださいね。ちょっといろんなね、アドバイスとか言ってるので、ね、聞き逃すとね、ちょっと、そんなん言ってた？さっき聞こえてなかった？そこだけ聞いてなかったよとかね、やっぱりね、言われる方ね、ちょいちょい来られます。極秘情報とかね、アドバイス。なんとね、もうあんま YouTube ではね、そういう教えてよってね、思われるかもわかんないですけどもね、この間からたまに言っていたかもわかんないですけどもね、いろいろね、アドバイスとかね、言ってるのでね、あ、これはね、赤いか下がスルメですね、ダブルでね、よく聞いてたみたいなんでね、もしかしたらダブルかなとね、思ってました。この映ってる方もね、女性の方です、お嬢さん、頑張ってね、多分この方もね、初めてだったと思うんですけどもね、もう開始しばらくしてね、コツをつかんだみたいでね、わあ、船長楽しいねって、全部釣れるから楽しいんやねってね、話してたんですけどもね、やっぱね、釣れると楽しいです。釣れないとおつやみたいな感じでね、なる時間帯もやっぱあります。関東の方はね、ちょっとね、行っても分かんないかも分かんないですけどもね、関西の人だったらね、もう大体の人は、分かると思うんですけどね、551の蓬莱がある時とない時っていうような感じでね、ある時はみんなね、わーいって、あー、一匹ほらまた来た、どうだこうだって言ってからね、騒いでね、やるんですけどね、ある時はいいんですけど、551がない時になったらもうね、シーンとなってね、どっかで釣れたっていうような感じのね、時間帯もやっぱあります。昨日もね、やっぱりちょっとそういう時間帯もね、ありました。551のフォーラインがある時っていうのがバーッとね、ほんまにね、花咲いたようでね、バーッと皆さんね、ほら来たぞ、また来たぞ、いやー、行ってーとかね、言いながらね、大人さんでもね、やっぱりほんまにね、子供になったような感じのね、ほんまにイカメタルゲームはね、大人の遠足っていうような感じでね、ほんまにね、楽しんでね、いただけるっていうような感じですけどね、午後一のない時はほんまにシーン
夏ですけどもね、寒い風が吹くっていうのはね、感じる時間帯とかね、その日にもよってね、やっぱりね、寒い一日の時もあります。寒い一日で思い出したんですけどね、この映像を見てもらったら分かると思うんですけども、この方は半袖です。このね、やっぱりこの日が太陽入ってね、暗くなるとね、風が吹いてるとね、意外とね、涼しいっていうね、感じの日もあるのでね、やっぱりね、一枚ね、こう、この方たちも皆さん、長袖、半袖の方もおられますけどもね、長袖着てる方とかもね、おられますんでね、ちょっとね、もし肌寒いなって思う方もね、あるでね、一枚、まあ、羽織るものをね、持ってきてもらっとく方がいいと思います。この方もね、多分初めてだったような感じなんですけどね、コツをつかんだらね、また来たよ、10メーターで来たよとかね、昨日もね、やっぱりね、15メーター、10メーターとかね、朝行ったなんでね、来てることがね、ちょいちょいありました。もう2、3回前で、このね、上がるときにね、立てってね、最後は立ち上がってこう、船の中へね、早く取り込む方がね、上げやすいと思います。はい、こちらの方もね、この女性の方も多分初めてだったんかなとか思うんですけどね、電管はちょっといまいち分かりづらかったみたいですけどね、中盤以降ね、コート掴んでね、最後は20何倍って言ってたかな、だいぶね、釣られてました。最初はね、会場もね、穏やかで、まあまあね、良かったんですけども、昨夜はね、そうですね、10時ぐらいからかな、このね、だんだんこの潮の流れが速くなってね、風と潮とか逆になってきてたんで、中盤違うね、後半ぐらいからかな、ほんまね、波で、ね、だいぶ出てきてね、コロ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 揺れ出してね、ほんまとね、この前、今動画を撮ってるこのお兄ちゃんね、お兄ちゃんとお客さんはね、この方ね、一番よく撮ってるかなと思ってたんですけどもね、後半船酔いでね、寝てしまってね、ほんでもね、船酔いするまででね、最後に数えてもらったらね、トップが昨日は44回だったんですけどもね、船酔いしてなかったらその前のね、さっきのお客様がね、31杯、4までで31杯ちょっとかって、はい、31か2かって言ってました。船酔いしてなかったらね、多分ね、一番前のね、お客様がね、若いお兄ちゃんが釣ってたからと思うんですけどね、船酔いでね、思い出したんですけどもね、船酔い止めのね、薬はね、船には全然積んでないです。うち一応釣り船なんで薬屋さんではないのでね、すいませんがね、酔い止めの薬欲しい方はね、やっぱりね、ちょっとね、各自自分でね、薬局屋さんへ寄ってね、スーパーやドラッグストアっていうかな、そういうところへ寄ってね、酔い止めの薬はね、ちょっと各自ね、持ってきてください。船には全然そういうのは積んでませんでね、船酔いしてからね、酔い止めの薬っていうのは飲んでもね、やっぱりちょっとね、今の薬はだいぶ良くなってるかもわかんないですけどもね、昔のね、その酔い止めの薬っていうのは、やっぱりその胃が荒れたりね、するやっぱ薬なんでね、そういうこともあったのでね、ちょっとね、船酔いしやすいなとか思う方はね、やっぱりね、船に乗るね、多分ね、裏書きっていうかな、説明のところにも書いてると思うんですけどもね、乗る30分前とか1時間前とかね、2時間前とか、説明書を読んでね、飲むようにしてください。船酔いしてから飲んでもね、出て効かないですもん、ダメなんでね。まあ、酔い止めの薬ね、は、各自ね、すいませんが、船にはそれは積んでないです。船長、酔い止めの薬打ってって言ってもね、イカメタルのね、リーダー、仕掛けはね、売ってとかありますけどもね、酔い止めの薬売ってちょっとね、酔い止めの薬は売ってないです。すいませんがね、各自、これに弱い方はね、各自ね、自分で買ってきてくれますようお願いいたします。さあ、この女性の方もね、ほんま最初ね、うーんっていうような顔でね、うーんってちょっとね、渋そうな顔してたんですけどもね、
途中からはね、簡単やんっていうのね、コツつかみましたねってい、ね、う感じでね、頑張ってくれてました。このね、この女性の方にもね言ったんですけどね、その肩にかけてるカバン、重かったら置いといたらいいでとか、大丈夫ですよってね、言ってましたけどね、最近ちょいちょいおられますね、肩にね、ポシェットみたいなのかけてる方とかね、リュックサックね、ずっとね、捨てたろうたまま釣ってる方とかね、若い方でね、ちょいちょいおられます。あれね、重くないのかなとかね、動きづらかったら、もうそういう、ちょっとそこ、置いといてもいいでって言われるとね、やっぱ大事なものが入ってるんかなって思うね、今日この頃です。この方もね、こうね、出すので、なんか、カバン、多分ブラブラってる、身につけたまま、にしてるような感じですね。なんか、こう、動画撮っててもね、見てるとね、なんか重そうな感じにする、見えるんですけど、重くないんでしょうね。まあ、100万円ぐらいこうお札束で入れてると100万円ぐらいだと重くないかもわかんないですね。100万円は入れてるかどうかはね、わかんないんですけどね。このね、たまにお客さんに言われます、船長、これ伊佐木の時とかでもそうなんですけどね、なんで釣ってんの若くのとかね、びっくりされるっていうかな、よう見てますねとかね、言われることがあるんですけどね、実はねこれね、防犯カメラっていうかな、カメラちょっとね、実際カメラね、あちこちに、4箇所船につけててね、それでモニターですね見ながらね、あこっち釣れたな、あこっち釣れたなっていうことでね、カメラその操船場からね操縦しながらね、まあ撮ってるっていうような感じでね、イカ釣りの場合はあんまり外へ出てね、イサキ釣りのように、まあ、近く行って取るってことは、ね、できないんですけども、ね、アマゾンで買った、意外と安いです。これ国産のだと、まあね、何十万もするんでしょうけどね、アマゾンで買ったね、まあ、1万5000円からその日によってね、タイムセールとかいろいろあってから、まあ、1万8000円ぐらいの時から、ね、値段はね、上下いろいろあるみたい、うちとこみたいに山あり谷ありあるみたいなんですけど、モニターこのモニターね意外とねよく映ってます。で今でまあ3年もう2年か3年使ってるんですけどね、未だにね壊れてないので、ね、意外とこれねいいなと思って、ね、使ってるんですけどね、どこで見てんのってやっぱりね皆さんのお客様にね言われると思います。でもねこのイカ釣りの時はねこれね、だいたいそのバックモニターって違います、ルームミラーっていうのかな、ミラーでね、操船場のこっちに、ミラーつけてるんですけど、それで見ながらこう、モニターも見ながらね、あんた釣れたな、あっ釣れたなって、反対肩がこっちが今こっちが釣れてる時に反対が反対がダブルで釣ってきたかとかね、失敗することもねちょいちょいあります。こっち側ばっかり見てると反対側釣ったりね、反対側撮ってる時にこっち側釣ったりね、タイミング悪くてね動画あんまり撮れない日とかもねいろいろあります、中にはね腕全然映ってないんやけどとかね、思われる方あるかもわかんないですけどもね、タイミングなんでねちょっとすいませんがねお願いします、ご了承ください。でねあとね、やっぱりね、こんなこと言ったらね悪いんですけどね、女性の方、若いね女性の方はね、優先的にねカメラ回してます。常連様にねちょいちょい言われます、船長今日はなんか嬉しそうやね、やっぱ嬉しいですよ、女性の方ね、乗ってきてくれるとね、やっぱり違います、なんか何ちゅうかな船にね花咲いたような感じでね近づいてきてもね、船長見て見てとかね、キャーとかねやっぱり言うとね、なんかねこう船の上に花咲いたような感じでね、やっぱりねいいですね。おい今度ダブルのってね男の人言うんでね、やっぱりねちょっとね、そういうことをお客様なんでねそういうことを言ったらね、失礼になるかもわかんないですけど、ね、やっぱり違いますね。まあどこの船頭でもねやっぱりね
そういうところはやっぱり人間なんでごめんなさいね。差をつけると悪いですけどね、やっぱり 女性の方ね、乗ってきてくれるとね、やっぱり嬉しいですね。まあ、仕事ばっかりなんでね、日頃テレビでね、女性の方見るか、あとも家でね、嫁ちゃんか、おばあちゃん見るだけのね、生活なんでね、嫁ちゃん、おばあちゃん以外のね、女性の人を見るとね、なんかね、やっぱ嬉しいです。はい、そんなことよりね、横道それてばっかりのね、うちの YouTube 動画なんですけどね、皆さんね、頑張ってね、ほんま、中盤まではね、みんなね、悩みせずにね、頑張ってね、あちこちで、ちょっとプチラッシュとかラッシュ系の時もね、ありました。やっぱりね、あとね、乗るすって乗らないすってはあります。やっぱり最近乗ってるのは、イージス3。ブルーヤコー、ブルーヤコーとかね、いろんなね、パターンがありますけどね、やっぱりね、イージススリム、布巻きっていうやつでね、青白か緑が一番無難かなと思いますね。80ミリですよ、80ミリね。80ミリ売ってなかったね、船長95ミリ買ってきたんですってね、中にはね、おられます。95ミリは残念ながらあんまり乗りません。たった 1.5 センチの大きさでね、すごい差が出ます。なんちゅうかな、カッターで切って小さくしようかとかね、そういうことはできないのでね。だって80ミリね、の大きさのね、スッてね、買ってきてください。95ミリはダメです。あとね、そのイージースリムでもね、なんかその布巻きっててからね、触るとこだダラダラ系があるのとね、プラスチックむき出しのね、ツルツルのね、やつがありますけどね、ツルツルはね、ほんまあんまり乗らないです。あ、これはダブルでね、来てました。これね、あとね、やっぱりね、その船べり、船のね、今上げるところのね、横っちょペタッとね、イカ引っつくとね、そこでバレる可能性があるのでね、こうずーっとリール巻き巻き、リール巻き巻きってこう巻いてきてね、もうちょっとこう上まで巻くとスムーズに、ね、上がると思うんですけどね、まあ竿折れたら悪いからっていうような感じでね、あんまりこう水面近くで止めて、それからいいと思って横からしょってね、上げる方とかもありますけどね、この方もやっぱりね、まあ、取り組み方はうまいこといけたと思います。あと、まあ、スッテとね、イージースリムかね、あと小型のエギ系ですね。あんまり大きなね、スッテルワー系はね、あんまりね、いいことないです。やっぱり小さい方がね、イカが抱きやすいっていうかな、イメージ的、昔イカはやったことないんですけど、僕もね、なんかイメージ的にね、小さいスッテルの方がね、イカが抱きに来やすいっていうような感じになると思います。まあね、いろんなね、新製品も出てます。ほんでもね、新製品とかね、いろんなスッテがあってもね、あのスッテはあんまり乗らないなとかね、見ていってもね、ちょいちょいあるんですよ。ああ今変えたスッテ、あのスッテはあんまりスッテは見たことないなとかね、そういうのもね、あります。メーカーさんの具合もあるのでね、名前は出しませんけども、ね、あります。乗船してくれたお客様にはね、言います。それあんまり乗れへんって言ったらね。でもね、やっぱりね、チャレンジャーもあってね、そうか、船長、これあんまり乗れへんか。よっしゃ、俺これで釣ったるわ、とかいうね、チャレンジャーのお客様もね、ちょいちょい来られます。で、釣るとね、船長見て、釣ったで、って、よー、俺、うまいやろってね、言いませんけどね、そういうね、どうだっていう顔でね、写真撮ってっていうね、お客様をね、来られます。まあ、ほんでもね、何が正解かっていうのはね、ほんまわかんないのでね、このイカメタルゲームはね、まあいろんなね、釣ってをね、一回試してみてください。まあ、ほんでもね、イカね、乗るとね、ほんま面白いです。この女性の方もね、初めて来て、ほんまにね、船長楽しいねって、釣れたら楽しいよねって
釣れない時もあるんですか、ほんでうちはね山あり谷ありって、ね、言ってるんですけど、まあうちとこだけではないですけども、ほんまにね、昨日もね実はね、母親がね電話で、ね、予約聞いた時にね、山あり谷ありの、谷口丸さんですかっていうね、電話がね当たって、言ったんです、あの言ってましたけどね、あ YouTube 見てくれてるんやなと思ってね、それあの山あり谷ありの谷口釣り船っていうのがね YouTube だけでしかね言ってないのでね、あやっぱりこの YouTube 動画見てくれてる方多いんやろねと思ってね、ほんまにねありがたいことです。でまあね、見てくれててこのそのなんていうかな FG ノットよりもこの、500のペットボトルでも大丈夫ノットっていうのがね、アップしてるんですけどもね、その方法をやってきてくれてる方がね意外と多いです、ほんまにね、まあ FG ノットとかそういうのはもうまあ自宅とかね、待ってる間に やれるっていうのは時間かけてやるのは別にどうこないんですけどもね、やっぱり釣り場でねたまにやっぱり高切れしたりした時にね、釣り場でやっぱりこの暗い中でね FG ノットとかね、そういうのはやっぱやろうとするとね、まあ、むちゃくちゃ時間かかるし、ね、やっぱり風が吹いてたらこう、うまいこといかなかったり、するのでね、うちアップしてます、500のペットボトルでも大丈夫ノットって言ってね、この方法をやるとね、意外と簡単にねできますしね、リーダー直結になりますけどもね、リーダーに、P ラインから、サルカン直結になるんですけども、まあ、その間にね、一つ浮きゴムっていうかな、釣り道具屋さんに売ってると思います、ピンクとか緑系のね浮きゴムを入れてくださいね、中にね、しもり玉、プラスチックの硬いしもり玉ね、入れてる方もね、おられるんですけどもね、しもり玉はね、あんま入れない方がいいです。それがずっと浮いてしまうのでね、ずっとこう、まあ自分の糸がどこに行ってるかっていうのを見る分にはね、いいみたいなんですけども、しもり玉入れるとね、なんでダメなのかなってね、この間ちょっと一つの方にね、聞かれたんですけども、そのね、浮きゴムと絞り玉の違いはね、浮きゴムはこう、なんていうかな、弾力性があって、浮きゴムで、ゴムなんでクッション性があります。絞り玉はね、プラスチックなんで硬いです。なんでね、その、なんていうかな、うまいこと言いませんけどね、クッションゴム、その、リールをずーっと巻いてきたときに、巻きすぎたときにこう竿を折ったりするときが、間違って折ったり、するときがあります、穂先をね。そのときに絞り玉だったらプラスチックなんで硬いんで、そのままパキッてやる可能性があるんですけれどもね、浮きゴムを入れておくとね、ゴム1センチぐらいちょっとでも入れておくと、それがね、巻きすぎてもクッションの役目になってね、穂先折れないっていうような感じになるので、500のペットボトルでも大丈夫ノットのね場合、動画にもアップしてますけど、あこの方またダブルで出てます、浮きゴムをね、入れてください、1センチぐらい、あんまり、長すぎるとまた、浮力ついたり、道具ね落ちていくときに浮力ついたりする可能性もあるんで、まあうちはな大体1センチぐらい、1センチ1センチ5ミリぐらいの長さでカットしてね、それ通して、動画にもアップしてるのでね、それ一回見ておいてください、しもり玉、プラスチック系のしもり玉はね入れないようにね、するしかいいと思います。まあまあ皆さんね、この今見てもらうと分かりますけども、前の方もね、後半船酔いでねダウンしてました、何名様かな、もう10時過ぎぐらいだったかな、まあ、後半からね、ちょっとね、風と潮が逆で、ほんまにコロ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 揺れ出して、船酔いでね、いいなぁ、もっと船酔いしてなかった、もっと釣ってたなぁと、多分あの前の方だったやろうなぁとかね、思いながらね、やってたんですけどもね、こうね、映像見てても分かりますけどね、後半はほんまにね、
だいぶコロコロ、揺れ出してきてました。ほんでもね、船酔いせずにね、やってくれてた方は、まあまあね、ずられてましたね。まあ、棚もね、後半はほんまに棚何メーターぐらいできてたかね、ちょっとね、もう様にも聞いてなかったんですけどもね、だいぶリール前できてたんでね、ちょっと棚は、深くなってたかもわかんないです。あとね、リールマックスピードね、ちょいちょい言われるんですけどもね、もう今の映像ではちょっと説明しづらいですけどね、あんまり竿をバタつかせないでね、竿をこう右振ったり左振ったりとかね、しゃくったりせずにリールだけでこう、ちょっとこれ女性の方、リール巻くのが分かりづらいですけども、リール巻き巻きリール巻き巻き巻いて巻いてっていうような感じのね、スピードでこう、巻いてください。中にはね、リール巻き巻きっていうような感じで、この何て言うかな、ギコ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 っていうような、このスムーズに巻かない、よう巻かないっていう方もね、おられます。そのね、竿を持つ手がね、何て言うかな、リールの付け根のところを持って、このリールがあんまりこう右左ギコ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 って巻きながらね、ブレないような、竿のね、持ち方をね、するようにくださいね。リール巻き巻きリール巻き巻きのイメージで、スムーズに巻いてくださいね。リール巻き巻きっていうのをこう何て言うかな、ギコ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 うんって止めたり、でギギコ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 とか止めると、船の揺れの具合でフッという音がだるんだ時にね、バレるっていう可能性があります。船頭今なんか変なもん食べたんかってね、思わないでください。今リールの巻き方のね、スムーズさをちょっと、表現してたんでね、頭おかしくなったとかそういうことではないです。勘違いしないでください。この女性の方からね、ちょっと頭でちょっと見えないですけど、こうリール巻き巻きリール巻き巻きっていう感じでね、巻いてください。あんまりゆっくりね、中にはね、ほんまにね、ほんまのスローでね、ちょっとバーッと巻いてくる方もおられたりね、いますけども、反対にね、もうね、リール巻き巻きリール巻き巻きっていうような感じでね、あんまり早く巻きすぎると、右で足切れするっていう可能性もあるので、もうちょっと早くこの手前で巻いてる動画あったらね、この方みたいにリール巻き巻きリールって、もう止まっちゃいましたね。うまいことちょっと説明、要しなくてね、すいません。まあ最後までね、頑張ってくれた方はね、まあまあ平均的にね、昨夜はね20杯、まあ、10杯台の方もおられましたね。10杯台の方がね2人ぐらいかな。あとはもうほんまにね25杯前後とかね、30杯台の方もね何名かおられてて、トップが44杯でしたね。まあまあね、ゴールデンタイムの8時ぐらいからね、ポツポツ乗ってきてくれてね、船酔いしてなかった方はね、まあね、イカメタルゲームを楽しんでいただけたと思います。今後も頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、本日ねトップで、この方、44杯、キラキラステッカーゲットおめでとうございます。あとね、
次の方はね、この方、後半船酔いしてしまってね、それまででもね、もう31か2杯ね吸ってたんでね、船酔いしてなかったら多分この方トップ取ってたかもわかんないです。こちらの方もね30杯かな、30杯ぐらい行ってくれてました。まあね、昨夜はねあたりを、まあ、棚はね上下ありましたけどね、この女性の方もね、ダブルピースでね、頑張ってね、喜んでくれてました。まああたりよくね、昨夜は551の蓬莱がある日でした。山あり谷ありのね、谷口釣り船の、昨日は山でした。山でしたっていうから、551のある日でね、良かったと思います。まあまだまだね、イカメタルゲーム頑張りたいと思いますのでね、ぜひ、ご予定の方はお早めにね、お越しくださいますようよろしくお願いします。概要欄にね、予約状況のカレンダーのね、ページもね貼り付けておきますのでね、まあ満船の日もおかげさまでねあります。空席、何名様あと空席ありますとかね、そういうね予約状況のカレンダーのねページも概要欄に貼り付けておきますのでね、ぜひそちらの方も、ご覧ください。本日もご乗船ご覧いただきありがとうございました。できればねチャンネル登録もよろしくお願いします。昨夜もご乗船のお客様お疲れ様でした。ありがとうございました。今後もね頑張りますのでぜひよろしくお願いします。